皆さん、靖国神社に参拝しましょう。皆さん、千代田区九段北にある靖国神社に参拝しましょう。私たち日本国のために一命を捧げられた方々を慰霊検証しましょう。宗教的にあるいは先の第二次世界大戦大東亜戦争で敗戦した折、アメリカをはじめとする戦勝連合国の極東国際軍事裁判東京裁判で項目 A 平和に対する罪で裁かれたいわゆる永久戦犯が行使されているから、そして占領軍 GHQ の日本弱体化工作による歪められた歴史教育から抜け出すことができないでおられる方も多いかと思います。こだわりのある方は靖国神社に行くだけでも良いのではないでしょうか。御朱印をいただくのも良いのではないでしょうか。皆さん、靖国神社に参拝しましょう。皆さん、千代田区九段北にある靖国神社に参拝しましょう。私たち日本国のために一命を捧げられた方々を慰霊検証しましょう。